株式会社組設計は日本にある組織系建築設計事務所。1932年、ドイツ・イギリスで建築を学んだ久米玄九郎が久米建築事務所を創設。本社は東京都江東区。札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡に支社を京都、広島に事務所を展開しており、海外では中国、ベトナムに現地法人を置いている。 創設以来、デザインとエンジニアリングが統合された総合的な設計組織事務所として、社会から評価される数多くの建築物の設計を手掛けてきている。また、多様化する顧客ニーズに的確に対応するため、建築設計に関わるすべてのサービスメニューに対応できるトータルデザインソリューションファームとして、従来の建築設計事務所という枠組みを超えた。 ソリューションサービスを提供している。2011年には、地震災害が発生しても、建築資産価値を消滅させない、設計概念として、生活継続建築、LCB、ライフコンティニュー u i ビルディングという新しい概念を、社会に対して提案している。日光金谷ホテル霞ヶ関コモンゲートエビス、ガーデンプレイス山梨県立図書館西尾市役所。 九州国立博物館、ラムザタワー早々期の建築物都市、地域計画業務施設医療施設教育、文化、スポーツ施設宿泊、住居施設商業、流通施設。ありがとうございます。